バンコクのプロレタリアと団結しようの、マルクスの資本論、うん、今日はですね、安富あゆみさんに登場してもらって、その資本論、搾取論についての、まあ、誤解というか、こっちの方が大事なんじゃないかっていうところを、うんうん、ちょっと今日は話をしていきたいなというふうに思っております。はい。この番組はですね、安富さんとかいろんな人を呼んで、まあ、こういう、研究とかね、学問とか、まあ、そういう部分について発表したりですね、読書の楽しさとかを伝えている番組ですので、よろしければチャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。はい。はい。いやー、それでですね、前回撮ったですね、講義の動画がですね、結構伸びておりまして、マルクスに関しての、資本論、うんうん、資本論と搾取についてっていう話をしてですね、私正直、あれね、いやー、伸びるかな、どうかなっていうふうに思ったんですよ。うん、結構、がっちり喋ったんで、まあ、でも、意外とですね、まだ公開して15時間ぐらいで1万1000回以上超えててですね、はいはい、これは結構いいなと。みんなこれ興味あるんやと。ほう、というふうに思って、まあ、今日は、マルクス、安富さんが読んだ資本論というところで、まあ、どちらかというと、搾取論よりも、再生産理論の方が重要なんじゃないかと。うん、で、我々は、その再生産、はいはい、マルクスが書いているのは再生産理論によって、まあ、どん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 ですね、社会、自己増殖する資本の中に組み入れられてって、うん、で、それが、資本家も、労働者もどっちも、もう薪のようにくべられて、ぐるぐる回ってる、うん。それをマルクスは問題としてたんじゃないだろうか、というところで、話をしたいなと思っております。はい。じゃあ、安富さんよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、まあ、やっぱね、マルクスといえばですね、今日共産党宣言読み直したんですよ。共産党宣言。まあ、日本語版ですよ。読み直したんですけども、まあ、やっぱりね、どちらかというと、階級闘争があるんだ、と。いうところの方が有名で、まあやっぱ労働者は資本家によって搾取されていると、いうふうなテイストでこの共産党宣言読めるんですけども、やっぱり、安富さんが、問題視されている部分というのは、やっぱり、まあ、そのシステムの再生産理論の方ですよね、うん。はい。で、それに関してですね、ちょっと簡単に説明してもらってもよろしいでしょうか。何を説明したら説明したことになるんですかね。うん、まあ、要するに、何を説明したらっていうのは、まあ、私がすでに喋っちゃいましたけども、マルクスの再生産理論っていうのは、そもそも何なのかっていうことをですね、全く知らない人もいると思うんですよ、ね。そうなんですよ。だからそこ、マルクスは、いや、意外だったのが、まあ、はい、マルクスが結構、興味あるんだなっていう。そうですね。そうなんですよ。で、なんでやっていう。なんでやねんろうっていう。そこなんですよね。うん。だからマルクスの何を知ったら、うん、知ったことになるのかなっていう、はい、ところがちょっと気になるんですけど、マルクスについて語る際に、そうそうそう、うん、まあ、マルクスという名前はやっぱり知ってるっていうのは多分さすがにそれはね、このチャンネル見てる人は、ね、カール・マルクスの名前は知ってると思う。知ってますよね。さすがにその次ですよ。次、資本論は知ってるかっていう、はい。名前ぐらいはっていう人が多いんじゃないですかね。で、何が書いたのか知ってる人はまあいないかな。そうですね。で、多分なんとなく、資本家によって労働者は搾取されてるっていうことについて書いてあるのかなって思ってると思うんですよね。そういえばちょっと、だから私ふと思い出したんだけど、はい、資本論読んで私が一番びっくりしたのは、うん、資本論には社会主義の話は出てこないっていう。うん、ああ、そうですね。これちょっと意外やったんです。うん。だから、でね、よく読んでると、共産党宣言にも、はい、その未来の話が出てきてるわけではない、うん、のではないかって、ちょっと読んだのが40年ぐらい前なんで。高校生の時に読んだよね、安富さん。そうそうそう。あんま覚えてないですけど、うん、何書いてあるんでしたっけね、共産党宣言って。まあ、すごい、有名な一文第一章なんですけど、うん、ブルジョアとプロレタリア。今日までのあらゆる社会の歴史は階級闘争の歴史である。自由民と奴隷、都市貴族と平民、領主と農奴、ギルドの親方と職人、要するに圧政者と非圧政者は常に互いに対立して、時には暗暗のうちに時には公然と不断の闘争を行ってきた。この闘争はいつも全社会の革命的改造をもって終わるか、そうでないときは、相戦う階級の共倒れをもって終わった。うんぬんっていうふうにこうずーっと書いてあって、
で、まあ、でも、だからこそ、これからは、共産主義的なものにならなければならないんだ、みたいなことも一応書いてありますか？書いてあるんですかね。うん、けど、共産主義ってどんなものかとか、社会主義ってどんなものか書いてあるんですかね。あ、でも見られるやん。でも、第2章、ん？見られる？ネットで見られるやん。うん。第2章、プロレタリアと共産主義者ですからね。第2章、プロレタリアですよ。うん。だから、ここに関して共産主義とは、について書いてますよ。どんなもんやという話でしたっけね。ね、なんかこう、パッと言われてですね、こう、一言で説明するにはあまりにも、重たい話題なんですけど、でも、やっぱ私有財産の、廃止とともに全ての活動が病んで、一般的な態度がはびこるであろうという異論があったりもするんだけども、そういうふうにはならないんだ、みたいな、こととか、結構語ってますよ。ああ。うん。じゃあ、こっちは書いてあるのね。うん。こっちの方はどちらかというと、だって、共産党宣言ですから。ですからね。うん。でも、資本論はあんまり書いてないんですよね、そういうことは。あんまり書いてないですね。うん、資本論は資本主義の話を書いてあるので。そうです。はい。まあ、資本性生産体制、うん、というものは何かについて詳しく。はい、ずっと書いてますよね。うん。でその後どうなんねんとかいう、いつ革命起きんのとか書いてないです。うん。だから、で、マルクスの思想の根幹はやっぱそっちにあるのかなっていう。なるほど。気がしてるんですけど。はい。どうなんでしょうね。まあ、とりあえずアマゾンで共産党宣言の初版の訳を、安見さんに送りつけといたんで、2人で読みましょう、それは。私も正直、昔に読んで、今日一回読み直しただけなので。うん、これの、だから、そうそう、これ、ここ、ウィキペディアに要約が出ていたので、はい。ですけど、結局、共産党、共産主義者の運動の、ああ、やっぱ共産主義者が目指すところというのは、うん、所得税の強力な累進課税ってやってるやん。道徳権の廃止、亡命貴族の財産没収。多分それって、プロレタリアートと共産主義者っていう第2章の岩波文庫版の75ページに10個、うん、方法が書いてあるんですよね。はい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 、マルクスが提案していて、1番、土地所有を収奪し、地代を国家支出に振り向ける。2、強度の累進税。3、相続権の廃止。4、すべての亡命者及び反逆者の財産の没収。5、国家資本及び排他的独占を持つ国立銀行によって信用を国家の手に集中する。6、はいはいはい、運輸機関を国家の手に集中する。7、国有工場生産用具の増加、共同計画による土地の高地化と改良。8、すべての人々に対する平等な労働共生、産業群の編成、特に農業のために。9番、農業と工業の経営を統合し、土地と農村の対立を除く。10、すべての児童の公共的無償教育、今日の形態における児童の工場労働の撤廃、教育と物質的生産との結合などなど、と書いてありますね。まあ、これが、マルクスは、まあ、最も進歩した国々にとっては次の処方策はかなり一般的に適用されるけども、まあ、ちょっと異なって適用される場合もあるだろうみたいなことは書いてますね。なるほど。うん、でもなんかそれであれですね、つまり何の話をしようかと思ったかっていうと、はい、そのマルクスの搾取論とか、はい、再生産論とかいうのはこの共産党宣言の中ではそんなにメジャーじゃないんですね。いや、出てこないよ。出てこないよ。だってほとんど薄い本だしね、これは。薄いっつったってね。だからこれ1848年やから、うん、資本論が書かれれば20年ぐらい前、なんで、うん。あ、そんな前？資本論って。そうなんだ。え？ちょっと待ってくださいね。うん、共産党政権は1848年ですよね。はい。で、資本論は1867年とかじゃないですか。ちょっと待ってくださいね。資本論は、第一部は1867年です、うん。だから20年ぐらい前なんですよ、こっちは。ああ、なるほど。
だこの段階と資本論を書いてる段階でだいぶ意識は変わってるよ ね, ね20年も経ってるんだ。あそこちょっとしかもぼーっと20年経ってるんちゃうからね、うん、そりゃそうでしょう、うん、一生懸命考えて20年経ってるんだ、うん、めっちゃ考えてだからああなったしはずやしな。いつやったかな、カール・マルクス。マルクスが亡くなったの1883年でしょ。はい、1818年生まれなんで、うん、5月5日子供の日や。お子供の日、うん、生まれでだから、30歳の時に書いてるんですよ共産党宣言。なるほど、バリバリの頃でしょうね、うん、だから30歳の頃にで、はい、私の書いたものと今とはだいぶ違いますね。変わってるやろうから、うん、なので資本論を読んで抱くものとこの段階とはだいぶ違うでしょうね。うん、確かにそうですね。動画を残してくれたらよかったのに。お前今ね今言ってたその10個のどあるじゃないですか、はい、10個のその、うん、てかその豊作第2章、はいはい、もう結構やってるやん。あ、今うん日本がいろん世界中のいろんな国が結構やってますよね。うん。強度の累進課税はやっぱり結構やってるよね。うん、やってましたね。まあ、ちょっとマシになったけど、最近。あ、相続税は、権は廃止されてないけどさ、うん、重い相続税っていう怖いものがあるじゃないですか。めちゃくちゃ重い相続税が書いてます。うん、えはい。いや、今、日本の相続税って。もう3代結構 やばいですよね、うん、3代続いたらすっからかんって言われてますからね、うん、だから割とこれに近い、うん、で亡命者の財産没収とかまあいいとして、うん、反逆者の財産没収反逆者の財産没収、うん、土地や銀行やから、まあ、国有化は何て書いてあるんですか、銀行の国有化ですね、国家資本及び排他的独占を持つ国立銀行を作り、信用を国家の手に集中する。はいはい、まあ、日銀ですね。割とそうなってるよ、ね。そうですね。割とそうなってますね。で土地はね、土地はだから、うん、これはやってないんですよ。これが大問題だと思うけど。うん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 。地代をですね、全部没収して国家に入れようって言ってるわけです、ね。うん、そうですね。一番に書いてます。うん。これはやってない。うん。これ放置してるの問題やんね。やっぱいい感覚ないねんけど。まあそうやね。時代ってやっぱひどいよね。まあ、これは結構ね、きついもんなんで。まあ家賃。でも信用の国有化っていうのはなんかほぼ行われてる感じがしてるよね。うん、信用国家の手に集中っていうのはまあ中央銀行のことでしょうから。おまあ、中央銀行に限らないから、銀行とかも。まあ、銀行、まあ、でも銀行も結局もう国債を買うことによって一蓮托生になってるし。そうそうそう、もう完全に国有化されてる、うん。もう国有化されてるようなもんだと思うんですけど。で、生産手段の共有化っていう、この共有化っていうのは何を意味するかですけど。はい。例えばだから、なんていうの？株式ってさ、うん。だいぶ年金資金、とかはい、GPIF ね、うん、健康保険とか、うん、はい、そういうのが載ってますよね、うん、でそういう意味では結構生産手段の共有化がこの時代とは比較にならないぐらい進んでるんですけど、うんうんうん、確かにそうですね。農業と工業の融合ってのよくわからんけど、農業と工業の経営を結合、土地と農村の対立を次第に除くと書いてますね。あ、まあ、この頃はだから都市部と農村部の、貧富の差が激しかったんじゃないんでしょうか。まあ、今も激しいけどね、うん、そんなもんじゃなかったのかな、うん、まあ、これ中国でも問題になりますよね。うん、それで労働児童は廃絶されてますよね、うん、そうですね、児童労働はね、うん、で義務教育も、無償の義務教育も割と実践されてて、はい、だからね、割とやっちゃってるわけですよ。うん、
だけどその共産主義マルクスが想像していた方に全然進んでないのはなぜかという問題を、うん、そうですよね。まあ、一応この10個の項目とかいろいろ挙げた後に、これらの発展の進行につれて階級差別が消滅し、すべての生産が結合された個人の手に集中されると、公的権力は政治的性格を失う。うん、本来の意味の政治的権力とは他の階級を抑圧するために1階級の組織された権力である。プロレタリア、その定義はおかしいな。うん。プロレタリア階級がブルジョア階級との闘争のうちに必然的に階級まで結集し、革命によって支配階級となり、支配階級として強力に古い生産諸関係を廃止するならば、この生産諸関係の廃止とともにプロレタリア階級は階級対立の階級一般の存在条件を従って階級としての自分自身の支配下を、支配を廃止する。うん。うん、なるほど。まあ、要するに。だから、はい、いや、その支配というのは、この段階では少なくともその階級による階級の支配、うん、そして国家システムというのは階級ある階級が他の階級を支配するために国家権力というのがあるという、はい、いう考えですよね、うん、そうですね。で階級を廃止したらもう国家権力じゃいらなくなるんだと、うん、なぜならみんながその合意してるわけなんで、うん、という話ですよね、うんうんうん。でだからここには、そのシステム、再生産理論の話は出てこないですね。来ないですよね、うん、そのシステムの作動によって、その関与している人間すべてがこの、うん、もう阻害の概念ってもっと古いんですよ、うん、あの阻害の概念、阻害、阻害するっていう阻害って、そんな字か知らない人もいると思うんで。はい、過疎の疎に外ですよね。それじゃ分からんか。疎外という概念があって、うん、はい、疎外という概念はヘーゲルから来てて、うん、で初期マルクスの概念ですよね。はい、で、その資本再生サロンってその系譜の上にあるんですよ。うん、つまり、そのシステムが作動するっていうことに、人間が、もはや主体的には関与できず、うんうん、強制的に関与させられるっていう状態のことなんですけど、うん、はい、うん、その話っていうのはこう共産党宣言には出てこないんですね、あんまりね、うん、あんまり出てこないな。所有と搾取、所有権は搾取であると、うん、所有権がつまり生産手段とか土地の所有がですね、搾取を生んでる、うんうんうん、だからその所有権を労働者の手に奪い返し、うん、で土地なんかはその国家の手に奪い返せば、うん、その搾取がなくなるんだと、うん、いうストーリーですかね、これは。はい、でこれだとですね、その、うん、やっぱりこれの影響が圧倒的なんやね。うん、だから資本論分かりにくいし、分厚いし、分厚いし、共産党宣言薄いし、で、もう激文なんでね、基本的にこれ。はいはいはい、はい。うん。要するに、なんつったらいいんですかね、焚き付けるための文章。おぉ、うん。非常に小説的なんですよね。やっぱ第一章の第一章っていうか、序文がすごい有名じゃないですか。ヨーロッパに幽霊が出る。共産主義という幽霊である、はいはい。古いヨーロッパの強国はこの幽霊を退治しようとして、神聖な同盟を結んでいる。法王とツァー、メッテルヒト、ギゾー、フランス急進派とドイツ関係、うんたらかんたらどのこのっていうふうに書いてあって、まあ、要するにこの共産主義を打倒するために古い権力は合致しとるというふうに言って、うん、で最後の終わりは万国のプロレタリアを団結せよですから、はい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 、だからやっぱ激文ですよね、これは基本的に、うん、でそれの理屈としては、生産手段を個人の所有にするの、資本家とか個人の所有にするのではなく、うん、まあ、国家全体で管理して階級をぶっ飛ばして、でそしたらみんな平等になるんだと、うん、搾取なくなるというストーリーですよね。うん、でね、で勢い込んで資本論を読むじゃないですか。うん、もういつまでも出てこないんですよ、そういう話が。そうですね。ちょっと私もまだ読み直してる最中ですけど。で、その資本論を読んでるとですね、うん、資本論を読んでる、一生懸命勉強してる、この社会主義思想にかぶれた、うん、はい、私の周りにいた、うん、私も含めた、うんうん、もののですね、感想はですね、はい、うん、経済学部
京都の経済学は丸系と近系で昔分かれてたんで、はい、丸系側にいたからまあ勉強するわけですよ、はい、でいくら勉強してもですね、まあ、ちょっともう革命大きいやんこれなるほど、えみたいな、なんかぐるぐる回ってるっていう話やんな、うん、でそのでそのどうやって資本主義システムが作動してるか詳しく説明されててさ、見事なもんなんですけど、そうですね、本当にでどうやって出てきたかみたいな、うん、その本質が取り出されてて、その本質は今もあんま変わってない、うん、思うんですけど、で問題はですね、うん、なるほどなって読めば読むほどですね、うん、あの ようできとんなそうですよね、資本論って資本主義ようできとんなみたいな、資本主義ってよくできてるねって感じになっちゃいますよね、資本性生産システムようできてるな、うん、すごいな、これどうやって逃れんねやろ、うん、で結局そこ実は結構論争になってて、マルクス主義者の間でね、うん、はい、まあ、当時、うん、でその中でですね、その資本、利潤の傾向的低下って話が出てくるんですよ、はい、あの投資工場がどんどん大きくなるとですね、うん、その必要な資本がでかくなりすぎて、うん、でそれ回転させるのが大変じゃないですか、うんうん、大変ですね、うん、1兆円の工場とか建ててさ、回収するの大変でしょ、めっちゃ大変で、そうするとですね、あの資本あたりの利益率はどうしても下がらざるを得ないじゃないですか、うん、だからどんどん工場がでかくなるに従ってその利益率は落ちていくんだと、うん、いう希望的観測がどっかに書かれていてですね、はい、エンゲルスなんか大好きなんですけど、うん、でとするとですね、いずれ資本主義はその利益順が出なくなって破綻するんだと、うんうんいうふうに安心できるんですけど、はい、実はこれ間違ってるんですね、うん、これあの岸尾信夫っていう、はい、スーリマルクス経済学者がですね、うん、資本の規制傾向的低下法則は成立しないと、うん、いうことを数学的に証明しているので間違ってるんですけど、はい、だからそのぼーっとしていても資本主義は壊れてくれないのですよ、うん、まあ、それでいくと資本論の通りにいくと、再生産によって資本は永久に自己増殖し続けるっていうことになるんですか。そうなんです、そうなんです。まあでもそれまさに今目の前で展開されてることですよね。まあ要するに。そうなんですよ。うん、で、だってどうしたらいいの、どうしたらいいのって言ったら、うん、資本論は終わってしまう。そうですね。そう、うん。資本主義ってこうやってできてるんだよみたいな。すっげえ複雑、大変、うん、すげえようできてるわ、大変やな、うん、これ。うん、で資本は自己増殖していくと。そう、うん、で終わり。でだからその岸尾先生はですね、だから傾向的低下法則を言ったら成り立たないから、うん、資本主義システムはほっといたらいつもでも続くから、うん、だから万国の労働者は団結して戦っていかんねやと、うん、なるほどね、分かりやすい、おっしゃるんですけど、うん、みたいなそれ大変じゃねえみたいな、うん、大変でしょだってほっといたら永久に自己増殖し続ける存在に対してですよ、戦いを挑むって、まあ要するに負けるよねってきついよねきついよなそれは。でそれでもう一個理屈があって、はい、この資本の集中が進むんだと、うんうんうん、どんどん、うん、あのなんちゅうの、そのちっちゃい工場がいっぱいあるんじゃなくて、はい、どんどん統合されていってですね、大工場になっていくんだと、うん、そうするとです、資本家の数が減るんだ、うん、で圧倒的多数は労働者になるんだと、はい、だからそのいずれ、だ最初はだから資本家100が100人と労働者900人ぐらいなんだけど、うんうん、時が進むにつれて資本家1人対労働者999人になるから、うん、そうしたら一気に革命を起こせるんだと、うん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 、という理屈もあるんですよ、うん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 、だけどそのあのそこにですね、その中間管理職とかってややこしいものが出てくるんですよね、はい、中間管理職というか、うん、その経営者とか、うん、まあ、マルクスじゃなくあのドラッカーの言葉で言うならば、マルクスはだからキャピタリストとレイバーしかいないんですけど、うん、あのドラッカーとかになるとエグゼクティブっていうのは出現してくるんですよ、はい、経営者というか、うん、マネージメント、ね、マネージメントというのが出現してくる、うん、こっちもどんどん増えおるんですよ、うん、で予想に反してですね、それはキャピタリストってもうほとんどおらん、いない、いや、いないね、本当に。ビル・ゲイツとかさ、うん、
本当にわずかじゃないですか、キャピタリストって。まあ、それにビル・ゲイツも投資家世界で見れば小粒な方ですからね。まあ、そりゃそうよね。ね、なんかブラックロックグループとか あるんですけど、投資家グループの、はいはいはい。なんかめちゃめちゃすごい資産ですよ。おうん。ブラックロックグループの資産規模は、運用資産、これいつのデータかな、ブラックロックのホームページを見てるんですけども、ホームページに載ってるやつやから最新かな、最新、あ、2020年3月末時点、うん、1ドル 0.、7円換算、はい、で、698兆円です。698兆円ね。ビル・ゲイツっていくらぐらい持ってる？ビル・ゲイツは、ビル・ゲイツ10兆持ってたっけとか、そういうレベルですよ。ああ、うん、一桁ですね。うん、まあ、だからその資本家っていうのがどんどん数が少なくなっていくのは、その通りなんですけど、うんうん、あ、一応10兆は超えてた。あ、10兆は超えてた、うん。でも20は絶対ないっていうレベルです。はい、だからその、でしかも600兆とか言ってね、全世界の資本の中に占めたら、考えたら大したことないよね。大したことないです。うん、で、じゃあ誰が持ってんねんって言ったら、その年金基金とかさ、うん、この郵便貯金とかそういうやつが持ってるわけですよね。うん、そうですね。うん、それ誰が貯金してんねん、ね、誰が年金基金預けてんねんって言ったら労働者なんですね。うん、そうなりますね。うん、だからその、どんなに大金持ちが多くても、労働者の方が数がめちゃくちゃ多いから、うん、それで実はだからその所有しとるんですよ、資本を。うん。労働者もってことですよね。労働者がというべきですよ、うんうんうん。だからね、生命保険とか、うん、その年金とか基金を通じてですね、うん、その巨額の資本を労働者自身が持ってるわけなんですよ。うん。だからそれドラッカーにも書いてたな。ドラッカーが書いてました。うん、書いてましたよね。確か労働保険について触れてるところやったと思うけど。うん、そうなんです。だから、うん、マルクスが想像したように、労働者がどんどん貧乏になっていって、うん、で、その資本家がたった一人の資本家を、極小数の資本家が全てを持っていくっていう状態にならなかったんですね。うん、なってないね。なんでやねんって言ったら、うん、それはやっぱドラッカーが言うように、その、まずマネジメントの出現、はい、中間層みたいなやつが巨大化してきたわけで、うん、これどっちやねんみたいなの分からないやつが、うん、で、かつそういうその労働者の状態っていうのが資本論とかのおかげでですね、はい、共産党宣言とかのおかげでこう改善してしまったわけですね、うん、こいつらやばいなっていうことになって、うん、追い込んでいったら革命起こしよんだよみたいな、ちょっと優しくしとかんとみたいな、そうそれで、そうすると数多いから、うん、その持ってる巨大な資本とか、集中されて、ビル・ゲイツですら吹き飛んでしまうぐらいのですね、うん、巨大な、機関投資家ってやつが生まれてくるわけですね。そうですね、うん、で。機関投資家っていうのは投資家じゃないでしょ、あれはね。そうですね。機関投資家っていうのは、機関投資家に金預けてるやつらの、まあ、所有なんで。まあ、それこそ機関投資家と呼ばれるやつを運営してる人は、ドラッカーの定義で言うんだれば、エグゼクティブですからね。そうそうそう、そう、うん。まあ、キャピタリストじゃないわけですよ、うん。そうですね。で、だからそういうものがドワーって出てきたもんやから、うん、労働者999人に対して、資本家一人やから、いかにそいつが全部喋ったとしても、みんなで一斉に立ち上がればですね、うん、すぐに殺せると。うん。いうストーリーもなかなかなかったんです、はい。それはなんか1980年代にはもう明らかだったんで、うん、陰性の頃に、これ革命起きないよねみたいな、うん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 、資本を呼んでる限り、うん、で、なんで社会主義っていうか、マルクスっていうのは革命をするんやっていう、うん、なってんのかなって、不思議で思ってたんですけど、うん、今やっと分かりましたけど、うん、その資本論書くよりずっと前に適当にこういうこと言ってたわけまあそうですね。まだ若かりし頃の若気の至りって言ってあげましょう。適当はかわいそう。思いつきで。パリにいた頃だと思うんですよね、これ書いてるのって。ね、うん、だから、ね、で、このイメージがやっぱ強いから、うん、マルクスっていうのはその革命をどうやって起こしたかいいかを一生懸命考えてきたよというイメージがあるんじゃないかと思うんですけど、うん、そうじゃないですよね。うん、で、やっぱり資本論の眼目は、
そうやって出来上がった資本性生産様式というものがですね、はい、あらゆる人間を、うん、その自分自身の再生産のために使い始める、うん、人々はそれに飲み込まれていくと、うん、そのシステムはどんどん複雑になりながらですね、うん、拡大再生産をし続けるんだっていう、うんうん、ものすごい怖いビジョンを描くんですね、はい、そこがやっぱり肝ですよね、肝なんじゃないかなと思うわけですね、うんまあ、少なくともだからこの共産党宣言で書いてあることは、うん、やってもあかんなっていうのは大体わかるじゃないですか、うん、もうそうですね、もう一回やったしみたいな、うん、銀行、中央銀行作ったし、うん、国鉄も作ったし、うんね、農協もあるし、うん、なんか良くなったかみたいな、うんまあ、あの NTT も昔はね、日本電電で国立やったし、そうそうそう、ねまあ、高速道路を運営してるのも全部国立でしたね、そういや、そうそうそう、うん、だからでそれを民営化してよかったのかっていうと大問題ですけど、うん、ここでやったらよかったんかっていうのも大問題、うん、そうですね、だからね、だからそういうことじゃないよなって、やっぱりもうここから百何十年も経っちゃうとですね、うん明らかそうですね、うん、なると思うんですよね、うん、だから、ここで言われているようなプログラムがなぜ成り立たなかったのかっていう答えは、うん、私は資本論に書いてあると思うんですよ、まあ、それが再生産の話だと思うんですけど、そう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 、うん、でその再生産の様式がですね、うん、どんどん拡大して変化していく中にですね、はい、労働者に対する社会保険だとか、うん、年金基金の設立とかですね、うん失業保険の設定とか、うんうん、教育の無償化とか、はい、マルクスが言ったことがどんどん入るわけですよ、うん、社会主義者たちが言ってたようなことが、はい、でそうするとますます資本主義が強くなるっていう、うん、そうですね、でしかもそういうものがシステムの中核になっていくわけです、今度は、うん、年金とかが運用されますからね、そう、うん、でそので年金基金とかによって支えられているもの、うんそして年金基金を支えるものが一つのまた再拡大再生産を始めるわけです、はい、でこの中で果てしなくですねその官僚システムが膨張していくっていう、うんまあ、そのマックス・ウェーバーとかがですね心配したようなことが現実化していくっていう、はい、でこれがやっぱりその現代に続いていく部分だったかなと、うん、後知恵で見ればですよ、後知恵で見ればね、うんうん、いやまあでも今日のあの話はですね、再生産理論の方が重要なんだよっていう話だったんですけど、結局その話にたどり着くまでにだいぶ話をしてしまいました。まあ、どうしてもいかへんな。うん、だから安富さんだからいろいろ語りたいんちゃうまだと思うよ。このスパッと再生産理論がね問題ないあのでこれはもう資本家と労働者の対立抜きにしてこの人間を無視したシステムがもうどんどん自己上昇してって大変なんやと。そうですよね。いうところをこうスパッと話す動画にしたかったんですが、結局ならなかった。共産党宣言は。共産党宣言を持ち出したのは失敗でした、ね。俺も今日一回しか読み直してないから間違ってたらごめんなさいね。これはフリートーク的なものだと聞いてください。はい。まあ、でも、でもすごい大事なことが来なかったのは、うん、その共産党宣言、まあそうやね、でもさ、いまだにさ、うん、左翼ってこれ目指してへん。いや、目指してると思いますよ。うん、いや、あかんやろ。うん、いや、もうそれは古いんやけど、でもやっぱ、受けるじゃないですか、これは。受けんの、やっぱり。受けますよ、それは。だって、ね、バンコクのプロレタリアートを団結しようって言われたら、それは受けないよ。これは受けないと思うけども、うん、でも、いや、君は悪くないんだ、搾取されてるんだよっていうふうに言われると、受けるよ、それは。あなたはね、十分頑張ってるんだと。でも悪者がいるんだよと。そいつがあなたから分取ってるんだっていう理屈っていうのは、すごく人気が出ます。なるほど。だから、鉄板なんやな、はい、共産党政権っていうのは。鉄板です。鉄板ネタです。ね、いや、なんかそのさ、強力な累進課税の推進とかさ、はい、うん、なんて義務教育の、教育の拡大とかさ、はい、うんうんうん、国営化まではいかんけど、国営化とか生産手段の協力化を言うかな、さすがに言わん。
え、さす言ってる？あ、今ですか？お75ページ。ヨーロッパの左翼とか。うん。国有化はまだありえますけどね。生産手段の共有っていうのところまでは私は聞いたことないけどな。生産手段の共有って何やねんね。うん。あ、なんかイメージとしては、その、すべての工場とか、ものを作るものに関しては、国家が共有するっていうことになるのかな。まあ、国家所有のこと？うん。でもその、そう、問題はですね、国家所有にしたら、その官僚システムがですね、決定権をすべて握って、うん、結局人民は排除されるっていう意思決定から。まあ、で、それソ連で起きたことやしね。まあ、だから官僚システムを作ったら必然的にそうなりますよね。うん、なる。なんかムカついてたんじゃないですか、これマルクス書いたとき。ねえ。だって、1818年生まれで、うん、30歳どころか29歳でしょ？はいはい。なんか嫌な目にあったんじゃないですか？いや、あってますよ、それは、ね。博士論文書いたら就職もあらへんしさ。うん。で、あとは、食わずでみたいな、うん。あとはその1847年は、不況だったみたいですね、すごい。ああ。うん。で、フランス。なんか次の不況で資本主義は崩壊するとか言って、指折り数えてまったらしいからね。なるほど。あと、逮捕とかもされてるんやな。うん、ああ。うん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 。実際にその革命を運動をやって逮捕されてるんですよね、うん、確か、うん、やっぱこのプログラムがいまだに基本になってるとしたらさ、うん、やっぱ資本論読んでへんのかっていう、まあそうですよね、うん、気が私はしますね、うん、でこういうアプローチでなんとかなるもんじゃないことはですね、うん、資本論読んだら分かるんちゃうかと思うんだけど、うん、まあやっぱシステムのね、我々は資本家も労働者も含めて、まあ、生産し消費し生産し消費しっていうところのこのぐる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 した流れの中に放り込まれていて、でそれが無限に拡大していくんだと。そう。でそれが資本の自己相続だと言われてても、いやだからで終わってるわけじゃないですか。そう。資本論は。そうです。多分それ見た、まあ多分ね、まあまあ、細かく見たらちょっとは何か書いてあるかもしれないけども。うん。大きなストーリーとしてはないでしょう。うん。で、それを言われても、どうしたらええのってなっちゃうと思うんですよね。そう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 。え、マルクスさんどうしたらいいんですかって。うん。で、いや、若い頃マルクス、なるほどと、プロレタリアと団結せよっていうふうに言ってるわと。これやったらええんかなってなるんじゃない？ねえ。だから、ストライキっていうのは、はい、一つの方法なわけですよ、うん、まあ、システムの作動を直接止めるっていう方法だからね、うんうん、そうですね、うん、でも、ストライキっていうのは何のために怒られるのかっていうとさ、うん、賃金上げろっていう話、そうですね、職場の環境を改善するとか、うん、まあ、そういう話になりますよね、うん、はい、そういうふうにストライキを矮小化していくことに成功したわけですね、きっとね。ああ、なるほど。要するに、システム自体を止めるのではなくて、そのシステムの中での取り分の取り合いの闘争の手段として成功したということですね。そう、てか、そういうふうにして資本主義システムは、ストライキというものをシステム内化していったんです、うん。なぜならですね、はい、ストライキをしない、認めないと、うん、資本家というか、その、システムの管理側があまりにも強くなってですね、うん、そうするとそれにくべられるホテルの方の惨めな方の巻きの人がますます惨めになって、うん、そうですね、そうするとそのシステムの不安定性を招いてしまうわけですよね、うん、だからそいつらにストライキを刺して、はい、待遇を改善させた方がシステムにとっては有利なんです、うん、長続きしますもんね、うん、そうすることによってシステム内のフィードバック装置としてですね、ストライキ、うん、あれは労働権、うん、そういうものをどうこう組み込んでいったっていうふうに考えられるんでしょうね。うんうんうん、なるほど。おお。まあでも。やばいな、やっぱり資本主義、うん。でもそれって要するに一部の資本家が得をするためにそういうことが起きたというよりかは、もう資本主義というシステムが永久に自己増殖し続けるために生まれている。で、ストライキも労働権も、なんか、ユニオンとかそういうのも含めて、結局、その資本主義が増殖していって、我々全員の人生が搾取されている仕組み自体が継続するためのものになってるってことですよね。そうです、そうです。議会もそうだし。うん。怖いね。
だから、まあ、だから そうやって怖いね、どうしたらいいんやろってなると、革命かなってなんか考えるの怖くなってきたし、革命かなって気分になりますよね、これ。うん、ねえ、だから、うん、いやそれ今日はだからその話がちょっとなんか横に行ったようではあるけれども、はい、つまりマルクスが共産党宣言で言ったようなことも、うん、資本主義のフィードバック装置として組み込まれていったわけですね、うん、すごいな資本主義、うん、いやまあね、でそれによって何が起きてるかっていうと、まあ、共産党宣言ですら、まあ、言ってみればガス抜きにしかなってなくて、そう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 、結局それですよ、ね、資本主義 あの自己増殖していくこのシステムの中で取り分どっちの方が取るんやっていう闘争の道具になり果ててるし、そうです、うん、いやーね、だから搾取論っていうのは結局やっぱり労働者が賃金を搾取されてるっていうのではないですよね、これは。そうなんですよ、だから、その資本家も、うん、自分の人生を奪い取られてると、うん、ビル・ゲイツの人生見ろよと、ね、うん、お前そんな風に生きたかったんかそうやね、うん、スティーブ・ジョブズの人生を見ろよ、うん、まあ、一生プータローでいてなんかプラプラしてたかったんちゃうかと、いや してたかったと思うよ、うん、ね、そんなに頑張って早死にしてさ、うん、なんか良かったんかいっていう、いや本当だよ、うん、いやそれよりもさ、そのビル・ゲイツとかさ、うん、あのスティーブ・ジョブズがさプラプラしてるようなアメリカの方が良かったんちゃうかっていう、うん、と思うわ、だからそれだからやっぱりこれは選挙の話にも絡むことなんですけどね、そのこのゲームの中でいかに勝つかっていうことを考えた時点でもうそのシステムに取り込まれてしまっていて、そうそうそう、でもうその自己増殖の流れにぶち込まれるので、資本家からの搾取を打倒すればなんとかなると思って頑張ってたら、結局システムに、資本主義というシステムに全部あの搾取されていくと。そうね、もうどうしたらいいんやろ、革命起こしたくなるよね、こんなんやったら。もうなんかやるよね。なんかやけくそになりたく なってくるやけくそになってくる。なんかもう話してたら、だんだんもう、あかもう、どうせっちゅうでってくる、なってくる。あったり。だからね、マルクスの時代の資本主義って、まあシンプルやったんですよね。うん、そうですよね、本当に。だからこういうことしたら止まる感じがした。うん。でも、現代の資本主義システムっていうのはもうこういうものも全て乗り越えてきたやつだ、ね、そう、もうやばいね、どうしていいのかちょっとよくわからんそうよね、これとこまで来ててやね、うん、でもやっぱり、うん、あのガス抜きっていうのはね、要するにマルクス風に言えばですよ、はい、労働者は資本家によって搾取されているんだというのをやめれば、うん、要するにそこを打倒すればなんとかなるって信じて活動してる人未だに多いから、いやそういう問題じゃないんだよっていう話を、うん、まず認識することが第一歩じゃないかなと思いますけどね。そうですよね、うん、いやまあそんなわけで、あのこの話は尽きると思いますので、はい、とりあえずあの安富さんに共産党宣言送っときましたんで、見てください、見てみますわ、はい、まあそんなわけでですね、あのシステムが自己増殖していくっていう話はですね、やっぱ安富さんと一緒に復刊したね、あの複雑さを生きる、これにも、はい、あの書いていることですので、まあこういう、まあ、もうちょっと言うとですね、うん、これはあの、このマルクスのこういうビジョンの元はね、多分スピノザなんですよ、はい、うん、なるほど、でスピノザの宇宙、スピノザの神、はい、神イコール宇宙なんですけど、うん、神イコール宇宙イコール自然なんですけど、うん、神って何かって言ったら無目的に再生産するシステムなんですよ、ね、そうスピノーザは言ってるんですか、そういうようなことを言ってます。なるほど、それは破門されるな、うん、それは破門される。全宇宙っていうのは、うんうん、無目的に運動してるんだと、うん、でその無目的に運動してる全体を神なんだ、うん、なるほど、私たちはその常に神の一部としてあるんだっていう、うん、主張なんですね。なるほど。で、これ、つまりその、このビジョン、でマルクスはスピノザのことをすごい尊敬してて、はい、で、多分ね、この資本主義システムの自己再生産っていう、このビジョンはね、多分そのスピノザから書きてんじゃないかなって私は思ってるんですけど。なるほど。で、この点に関しては、その複雑さを生きるではなくてですね、うん、貨幣の複雑さの経済学の船出の方で、あ、なるほどね、こちらの方でスピノザは議論してるんで、はい、
まあでもまあ、しかしマルクスとの関係とかは、そこに至るようなビジョンは書いてないかもしれないですけど。うんうんうん、あのちなみにこれ経済学の中でアマゾンで買おうとするとですね、160万円とかアホみたいな値段で売ってるんで、はい、あのしかも安富さんに1円も入らないという話なので、私安富さんで現在復刊中ですね、もうちょい待って、もうちょい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 、そうするとビデオもついてる、ね、ビデオもついて33,000円なんで、だいぶ男な感じがしますよね。そう160万って意味わからへん、意味わからへん。まあ、あの創発価値説における価格納得理論で説明できるのかもしれませんけどね、安富さんの。いや、あれ説明ではないからね。いやいや、説明を拒否する、うん、そうですね、説明を排除するための理論、うん、もうそういうもんやっていうことですよね。そう、うん、いや、まあ今日はそういうわけで、最後に覚えておいてほしいのは、自分たちは被害者であって搾取されている、故にそれを打倒すれば解決するんだっていう図式で考えた時点で、うん、もうシステムの中に取り込まれてしまって、結局、ずっと搾取され続けるという、まあ、そこだけ理解しといてほしい。で、そこをシンプルに伝えたかったんやけども、ね、共産党宣言にずれてしまってこうなっちゃいました。はい。まあ、許してください。はい、フリートーク。またじゃあもう一回やりましょう、ね、はい。はい。まあ、そんなわけで今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしくお願いいたします。ひとつき万冊清水です。今日も見てくれてありがとうございました。ひとつき万冊は皆さんのカンパによって成り立っているチャンネルです。カンパ以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、複雑さを生きるという本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続けていきたいと思います。